結局ハインケルはフォートナイト、うん、ホームズが真犯人に人質に取られたという偽情報。そうなんだ。結局のところあのハインケル警部の指揮のもと、いろいろと事件の謎が明らかになったみたいです。カラレ卿の殺害は金目当て夫人の単独犯、財産目当てだった。夫人は昔の悪仲間ワトスンから。ワトスンからたまたま。うん、カラレ卿がシュタルクホートを購入すると密室殺人事件でも演出できるさ。それを夫人は。事件のあらましを知ってか知らずか、ホームズに付き添う形で夫人は自分を援護してもらえると勘違いし、何度も言い寄り、どんな内容の脅しだったのか。じゃあ、あの、あなたのおそばに参りますという書きつけは。いろいろと解釈が飛び交う。実は。え？彼は、あの、その小説のプロットの。なんだ。すいません、僕が変な書きつけを見つけて。いら。おお、ホームズが素直に謝ってる。立派になったわね。ありがとうございます。桔梗おばさんを真似てここ湯の花で私立の探偵事務所、いくつかの事件を解決して、今では湯の花死刑からも依頼。そう、そおっと、事件のようです。え、遠くで死刑の捜査員が走っていくのが見えました。結構な桔梗おばさんの苦悩。ふむ。というわけで、僕一人で事件を解決しないといけません。ふーん、すあ、桔梗。もともと物事を緻密に考える力や地道に推理を積み重ねる力を持っていた。だからといって既成概念にとらわれているわけでもなく、時に驚くような大胆な推理をきらめかせたりもする。やはりこれが奴の身、ステリー一族の血筋というものなのか。この調子で何事件を解決し続けたなら、いずれは祖父を超える名探偵として後世に名を残すに違いない。それにしてもたった二つしか違わない私をおばさん、おばさんに続けおってからに、あの小僧めっち。その割にはよかったじゃない、イデアの判断で。そうだね、ホームズの進路相談としてはいい結果になってホッとしてる。あ、ずんだ餅と渋茶をください。あ、こっちも。こっちも。全部で5つ。あいよ。2つも食うんすか。